西南日本丸その第14回4-1太平と一作が無造作に切り伏せられるのを見るや、木口剛造は大剣の使え手をかけながら抜きも得ず、わー半ば夢中で絶叫をしながら機密を返して渚の方へ逃げ出した。待て、慎吾は見るより早く倒れる一作の体を飛び越えて追うと、ザクザクに砕けた岩の斜面で剛造が足を滑らせ、ズズズズズッと転落したと思うと、はっとしぶきを上げながら海中へ落ちいった。しまった、逃がしてはと慎吾がなおも追い打ちをかけようとした時、鈍い空砲の音が海面を伝わってきた。沖に止まっている日本丸から危険を知らせる合図である。何事かと足を止める途端、戻れ青函寺、ばくりだ、後ろで叫ぶ声がした。へえ、振り返ってみると丘の上にいる朽木とぼくろうを囲んで取り手役人がバラバラと左右から走り集まってくる。しかもみんなバットをして、いかん、うめくように言って体験を取り直しざま、慎吾は斜面を駆け上った。鳥羽は幕府直轄の領地天領で、その時はまだ久喜信濃の神が奉行をしていた。何しろ当時鳥羽付近の多島海は抜け荷船密貿易船の出没が盛んであったし、新京伊勢の地を控えて海上の警備は素晴らしく厳重だった。しかも日本丸の追捕令が数日前に達していたので、全く彼らは罠の中へ落ちたと同様の結果になってしまった。へいほう、三人ばかり左右へ切り伏せながら一息に丘の上へ駆け上った慎吾。海上船へも寄せているようです。今空砲が鳴ったな。しかし日本丸は大丈夫だ。ただ小舟へは戻れまい。切り抜けて泳ぎましょう。久しく人を切らぬ。殺生はしたくないがしようがないだろう。拙者が防ぎますから隊長は先に。言葉半ばに丘の前後からバラバラと取り方の人数が切り込んできた。討ち取れ、堀の頭と見える武士が剣を振りながらわめいていた。取るに及ばぬ、切れ切れ取れ。十分に身構えをした若者ばかり、およそ数勢20人余り、槍と刀とも二段に備えた必殺の構えである。慎吾は引きつけておいて猛然と反撃に出た。くじけた岩地の丘で多勢にとっては極めて足場が悪い。はじめの一瞬に三人余り切り伏せられて、さっと崩れた刹那、崩れやすい岩に足を取られて一人が倒れると、四五人は折り重なって斜面をダーッと転落した。慎吾はすかさず跳躍して、へいへいと表も振らず切り込んだ。慎吾の刀法は的確を極めていた。打ちを入れるのとそれを切り返すのとがほとんど同じ鋭さと威力を持って確実に相手を切って取った。一刀手一刀足にいささかの無駄もなく、五尺六寸の長身が剣を中心に一筋の糸でつながれているごとく、身体動作がそのまま敵の急所急所とついていくのだ。大した人物だ。朽木藤九郎は舌を巻いた。見どころのある男だとは思っていたが、これほどの腕とは知らなかった。その身ごなしの素早さ、目にも留まらぬ立ちさばき、自在の身体によって見るはただ切り伏せられる敵の血しぶきだけである。素晴らしいぞ青函寺。藤九郎は身近に詰め寄せている相手を松林の方へ圧迫しながらわめいた。危険に身をさらすこと24年、こんな見事な刀法は初めて見る。絵のようだぞ。先へお立ちの木ください。慎吾はさっと丘の上へ飛び上がって、あとは拙者が引き受けます。何、二
二人一緒だ。拙者も切るぞ。言うとともに再び二人は相離れた。慎吾の俊敏に比して藤九郎の剣は豪快そのものであった。二人の太刀のひらめくごとに取り方の面々はバタバタと切り伏せられた。そしてようやく敵に同様の気配が見えたと思うと、静観寺、立ち退くぞ。ほう。呼び交わしつつ二人はきびすぼ返して渚の方へ走り降りていった。4-2。逃げると知るや取り方はにわかに盛り返し、やるな、おい、逃げ回れ。再び追い詰めてくる。二人は一息に渚まで走り降りたが、取り方頭は手に余ると見たのであろう。場所柄で発砲することは禁じられていたが、ついに思い切った様子で、許す、鉄砲で撃ち取れと下地を発した。ちょうど渚へ降りた二人はこの声を聞いて海中へ飛び込むことを躊躇した。見通しの海面ではまるで狙撃の的になるのも同様であると言って引き返せば、新手を加えた人数がひしひしと取り詰めている。大将、運をかけよう。海へ入るほかに手段はない。島陰について回るんだ。心得ました。銃声とともに弾丸がすさまじく耳元をかすめた。二人は手早く衣服を脱ぎ刀を背負い、身を躍らせて海中へ飛び込むと、岸に沿って岩陰を伝いながら泳ぎ出した。船を回せ、鉄砲を岸へ詰めろ、船で早く。叫び交わす声につれて岸へ走り寄った車種が身を乗り出しながら鶴瓶淵に狙撃する。二人の前後左右でサッサッと弾丸がしぶきを上げた。岸へ食らいついて岸から離れるな。藤九郎が叫んだ。いけません隊長、船が回ってきます。そう、手回しがいいぞ。上がりましょう。これでは流れどくりの狙い撃ちというわけです。言っている間に島陰から二艘の早船がえいえいと路拍子も早く現れてきた。両方とも原則に二人ずつ車種が鉄砲を構えて狙っている。慎吾はとっさに、隊長危ない、叫びながら水中へ潜る。その刹那、水へすさまじく銃声が響いてきた。続けざまにカーンカーンと音でない音が鋭く耳を圧迫してくる。息の続く限りは潜っていたが、岩伝いに三四軒も行くとこらえられなくなって水面へ浮き出た。静観寺、見ろ見ろ。待ちかねていたように後ろで藤九郎の声がする。振り返ると銃声は逆の方で聞こえ、取り方船は二艘とも人影もなく漂っている。西南日本丸、その第14回 4-2 途中まで。この続きはまた次回。